お歌絶唱あさりみきでお楽しみいただきましょう。夏の歌絶唱あさりみき、はい、ねぶたの夏、津軽の夏が踊っている。北国の短い夏を心いっぱいに吸い込もうとでもするように、青森市や弘前市ばかりでなく、あの町にもこの村にもねぶたが出、人々は踊る。今は規模も大きくなり、ふるさと青森の観光にも一役買っているねぶた祭りだけれど、津軽の人たちは昔も夏になると暑い血をたぎらせたという。さまざまな津軽の歌の中に流れる言い知れぬ熱い情感、それもまたねぶたの夏と深い関わりを持つのかもしれない。民謡歌手あさりみきさん、この夏が過ぎると満64歳になる彼女の歌声にも尽きせぬ熱い血の本流が感じられる。夏の歌絶唱あさりみき、歌あさりみき、津軽三味線澤田克明、鳴り物佐藤俊明、歌林新津幸子、新津美恵子、インタビュー詩人放送作家杉憲彦、以上の皆さんでお送りいたします。
こんばんは、あさりさん。あ、おばんです。どうも。本当は今日ね、津軽へお帰りになって、お墓参りをされてなきゃいけなかったんですよね。うん、そうそう。ね。うん、それがこの生放送で、今日はスタジオで。津軽は明日お帰りになりますか？明日帰る。切符は取れてる。うん、切符は子供から送ってきた。送ってきた。はい。そのお子さんのお話もね、後でいろいろお伺いしたいと思いますけど、はい、まずですね、とにかくあさりみきさんといえばね、はい、どなたもご存知のようにもう津軽民謡の大大家でいらっしゃるわけで、いやみんなが先生先生って言ってしょうがないと思うんですけれどもそのあさり先生のですね、今日は昔話をまずいろいろとお伺いしたいと思うんですけど、杉さん、はい、喋ってる時あさり先生ってやめてくれや。やめます、おばあちゃんとも言えないんでね、なんとも言えないんですけど、なんとなくお母さんみたいな感じもしますけれども、はい、あさりさんのね、小さい頃っていうのは農家でいらしたわけでしょう。うん、私百姓に生まれました、はい。でご兄弟はたくさんあったんですか。うん、兄弟9人です。9人兄弟で、はい、何番目だったんですか。6番目。はい、その頃のね、はい、まあ、今からきっと60年ぐらい前の、はい、その農家の9人兄弟の6番目ぐらいって言いますと、はい、例えばその着るものとかね、はい、食べ物とか、はい、なんとかっていうのは、はい、あんまり豊かではなかった時代ですか。いやー、うちは特に貧しかったんでね、家が。だって私新しいもの着たのわからねえもの。やっぱり上がみんなほれ、大が女子であったべ。上が女性のつまりご兄弟が多かったという、そう、だから上からみんなこう下がってくるものね。そうするとだんだんきれいで模様がなくなって、で次して次はぎしてきてるから、どれが本当の地だがわからなるほどね。今で言うとパッチワークってやつですけどね。それでね、はい、例えばそういうお家で育ちながらですね、あさりさんがいろいろその民謡をね、覚えていかれたっていうのは、そもそもはどういう覚え方をされたんですかね。やっぱり杉も杉ではあったけれども、なんていうかな、やっぱり貧しいから、結局何かやって、お金もらいたいっていうの、そういう頭いっぱいだったの。ちっちゃい子供でもそんなことを考えてたということですか。やっぱりそうだね、よその人、例えばちょっとしたもの着れば、やっぱりああ俺も着たいなと思ったしね、だから、そうだね、新しいもの買ってもらうっていう時はやっぱり盆が正月でないと、着れないじゃん。なるほど、うん、そうすると例えばそのさっきね歌っていただいたジョンからにしてもね、これから実はよされを歌っていただくわけなんですけども、はい、それなんかもやっぱりもうすでに50年以上はお歌になってるということになりますね。歌っています。ね、はい、じゃあそのよされ節をですね、はい、ちょっと歌っていただけますか。はい、はい、
雨も嵐も返しの津軽三味線の澤田さんがね、うん、リハーサルの時よりもうんと張り切ってね、うん、元気ですねあの人もね、うん、でもやっぱり澤田さんの三味線子いいな、うん、ほんと一人でね、うん、私の歌だけは歌でねの歌だけどもあの澤田さんの三味線は大したもんだね、ね、澤田さんの三味線とそれからあの佐藤俊明さん、ね、佐藤さんの太鼓ね、もう古いお付き合いなんですって、うん、佐藤俊明さんも。もう佐藤さんは古い古いもう何十年だよ、何十年だ、何十年だ。そのね、うん、あの今のよされ節ですけれども、はい、これは本当にそのなんていうかあの若い2人のね、はあ、将来の希望をね、歌ってるような、言ってみれば非常にその熱い詩といいますかね、はあ、そんな感じがするんですけど、あ本当にのあさりさんのね、はあ、その初恋のお話っていうのをね、ええ、ちょっと伺ったことがあるんですが、なんかあの何年文通をされたんですか。あだね、7年間文通した。7年ぐらい。いくつぐらいの時から。17かな。17、18、19、20、21、23ぐらいまで。はい、そのつまりそのお相手の方というのは、はあの軍人さんだったっていうお話をしましたね。そうそうそう、はい。それであの結局あさりさんと最終的に結ばれなかったのは、うん、やっぱり戦争が邪魔をしたというふうなことでもないんですか。そういうわけでもねえけども、うん、やっぱりほら、うん、あの及ばぬ恋のなんとかやばっていうのは及ばぬ恋ですか、うんあうん、やっぱり、うん、なんていうかな、家柄違うっていうか、うんうん、あのということはこの17歳当時というのは、うんはい、あさりさんはもうあの要するに民謡を歌う旅芸人として、はい、あの一座の中に混じって、うん、あちこちへこう巡業されてたわけでしょ。そうそうそう、ね、ですからあのそういうつまり立場の人と、はい、それからちゃんとしたその職業軍人っていうんですか、うん、職業軍人だったんですか。職業軍人だね、うんはい、ということは、うん、あの周りの人たちもね、ええ、そのなかなかそれを認めてくれないとか、ええ、いうふうなこともあったわけですか。
やっぱり、まあ、うちの親たちもそうだったけれども、うん、向こうの人はやっぱりほらやっぱり芸人とはさ、うんうん、今だとね、うん、そのいわゆるその芸人と言わないでタレントって言いますけれども、うんうん、今のタレントさんっていうのはそういう意味では随分違いますね、今とね、昔とね。今と昔は本当にもうね、うん、違うな。あのでもそうやってね、うん、まあ結局生木を引き裂かれるように、うん、恋心をいわば引き裂かれて、うん、その後あさりさんはどうされたんですか。私、うん、それから今度あの、うん、山田修吉と結婚したんだよな、うん、その方がつまり、うん、あのあさりさんのたった一人のご主人なわけですよね、うん、そう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 、言ってみれば、うん、でもその要するに結ばれて、うん、一緒におられた時期っていうのは短いんでしょう。うん、6ヶ月ぐらいだから本当に一緒にだけどもね、うん、あのほら一緒に旅にさ、うん、その人あの山田さんも百姓であったから、うん、あのあれの時に忙しくなればうち帰ってさ、そして忙しくなればね、うんうん、あのうち帰って、まあ、仕事手伝って、うん、そしてまたほらこういうお盆とかそういうあれになると、うん、あの百姓が暇になると、うん、やっぱりまたその私たちの在したりしたわけ。あの、うん、ということは、うん、少しはつまり歌とか、うん、あのこういった太鼓とか三味線とかっていうのをおやりになる方だったんですか。うん、あのね、レコンドさんも入ってるし、ね、あそうですか、うん、三味線も弾いた人だし、歌った人だしね、うん、だからだなやっぱりまるっきりね、うん、知らないんで、一緒になったんでもないけども、うん、あのこの文通した人と、うんやっぱり結局一緒になれなかったしね、うん、だから私も、うん、しょうがないなと思って、うんうん、でも一時は随分しかし男って冷たいなと思ったな。それはつまり文通の相手と破れて、うん、それで冷たいと思ったと、うんうん、しかし男だって、やっぱりさ、ね、一緒になれないならなれないってさ、うん、はっきり言えばいいじゃない向こうがね、うんうん、そうでしょ。まあ文通だけだからそうだろうけど、うん、やっぱり私もやっぱり会うに千日まで行ったんだよ。千日までね、うん、昭和15年に、うんうん、なんかその戦地に行かれた時に病院に入っておられたっていう、はい、うん、負傷してたからね、うん、だから行ってさ、うん、なしたら結局いつ死ぬかわからないから、うん、結婚しなさいって言ったってね、やっぱりその時はもうすでに何年も待ってるでしょ、うんうん、もう7年待ってるわけですね、うん、だから私ね、うん、あのまあ戦死すれば戦死したまでだしね、うん、私は待ってるってそう言ったんだけど、うん、その後にすぐもう結婚したんでしょ。あいつの方はね、うん、じゃあひょっとしたらね、うん、こんな風に考えちゃいけないのかもわからないけど、うん、22、23のあさりさんにね、うん、もうあんたも早く結婚しなさいって彼が言った時点で、うん、もう決まってたのかもわからないんですね。そうだと思うね、うんうん、私はそうだと思うよ、うんうん、そう思われだって仕方ねえで。まあね、うん、それででもその後つまりもう24歳で浅井さんはその山田修吉さんとご結婚されて、うん、そう6ヶ月間の間にですね、うん、お子さんが生まれてしまってあのお腹の中にあって、うんはい、それで戦地へ行かれて亡くなってしまったと、うん、そうそうそうこういうことでしょ、はい、これまた随分皮肉な運命というかね初恋の人とは7年間で、うん、実際に結婚した人とは6ヶ月っていうのもね本当、うん、ね、うん、だからまあ旅に出てね、やっぱり、うん、一緒に歩いた時はあるけどね、うん、それはほら向こうもさ、うん、私の結婚する人は知ってたしね、うん、だからとにかくちょっとこの人山田さんとも長くは山田とはちょっと歩いたんだよな、うんうん、なるほどね、だけども何もそういうねあれでなくて。まあいろんな思い出話がこの後も出てくると思いますけれども、はい、ちょっとここでですね、はい、津軽甚句あ、ね、あちょっと明るい歌をね、はい、お盆ですから、はい、やっていただけますか、うん、じゃあお願いします。Oh,
どうもありがとうございました、はい、にやかになりましたけどね。それじゃその澤田克明さんとね、はい、佐藤俊明さんに何かここで一曲ね、はい、やっていただきたいですね。お願いできますか。いいね、やってください。どうぞ。何でもいいです。ここで関東地方の皆様には交通情報です。情報センター高木さんどうぞ。はい、高速道路はこの時間すべて首都圏への上り線の渋滞です。東名高速は神奈川県のつぶらのトンネルで20キロ、秦野中インターで8キロ、中央自動車道は勝沼大月インター間の笹子トンネルを先頭に13キロ、大月インター付近は3キロ、相模湖八王子インター間の小仏トンネルは8キロ半、また川口湖鶴インター間の矢村パーキングエリアを先頭に13キロ、東北自動車道は宇都宮鹿沼インター間の大谷パーキングエリアを先頭に30キロ以上の大渋滞、常磐自動車道は上り柏の出口で1キロの滞りです。さて、群馬県と長野県を結ぶ国道18号線薄いバイパスは落石のために一部片側の交互通行になっています。このため現在上り線の流れが悪くなっています。作業のために一時的に通行止めになることもありますのでお気をつけください。伊豆半島方面では国道135号線熱海の和田浜南で上りが7キロ、真鶴道路は小田原の早川口を先頭に上りほぼ全線14、5キロの渋滞です。136号線は下田駅前で上り伊東方向が7キロ、修善寺町では上りが3キロ、富士五湖周辺では138号線富士吉田市の富士見公園入り口交差点で5キロ、小山町須走では御殿場インター方向7キロ、また御殿場インター前では箱根方面から帰る車が10キロ前後ノロノロしています。でこの時間千葉県の浦安にあります大型遊園地周辺の渋滞はなくなりましたが、16号線は木更津の長須賀で立山方面からの車が1キロ渋滞しています。情報センターの高木でした。ありがとうございました。いい演奏ですね。なあ、ね、やっぱり津軽のだっこいや、ね、こういう、はい、つまり三味線とかね、太鼓とかっていうのを一番つまりなんていうんですかね、あの楽しく聴けるっていうのは、はい、やっぱりお盆なんですか。うんだなあ、お盆ばかりじゃないけどもな、やっぱりあのこういう農家だりはさ、やっぱりこう休みになったりすると、こういうのよくあのやったもんだけどもね。なるほどね、はい、そのね、要するにさっきのお話の続きになりますけれども、はい、うーん、あさりさんは24歳でご結婚になって、はい、6ヶ月で、ご主人の修吉さん、うん、山田修吉さんは、はい、戦地へ行かれて、はい、もうそれで帰ってこられなかったと、はい、それで赤ちゃんができましたね、それで赤ちゃんができて、それからどうなったんですか。やっぱりあの、やっぱり私もあの私種里っていうとこ行ったから、はい、そこで鰺ヶ沢の大和田、大和田種里、そこへ行って、やっぱり百姓したな、農家をやり、やった、はい、それでそうやってるうちにまたあの誘いがあって民謡を歌わないかっていうことがあったわけですか。そうそう、あのそうだね、うちの子供3つぐらいかな、もう3つぐらいだったと思ったね。連れて歩いたわけ、それでね、一回あさりさんまた出たの出て行かないかっていう、それで来て、それで私ね、それじゃあ行ってみようかなと思って、百姓もこう手が空いてきたしね、それであの行ってみた。それが今度きっかけで、再びまたこの道に。なるほどね、本当はもうそれでやめなかったと、やめると思ってね、そう思ってたんだけど、はい、でもちょうどその頃といいますとね、あさりさんは、
26か7でしょう、うん、昭和20年っていうと、うん、女盛りですもんね女盛りで男の人たちが放っておかなかったんじゃないですかいやいやそういうこともないけどもそうですか、はい、でもいろいろなんていうかね浅利さんの歌の中にはね、はい、その浅利さんが過ごしてこられたその波乱の人生というかね、うん、恋もすれば、人の恨みも買ったり、ね、いろんなこともあったでしょう、うん、あったね、本当いろんなことあったね。でそれが全部ね、その昭和20年からこっちに固まってるような気がするんですよね、まあ、戦前は綺麗な初恋でしたけれども、ね、そんだな、その後中のはやっぱりいろいろあったね杉さんいや杉さんって言われましてもね僕はまだその頃生まれたばっかりですからそのよくわからないんですけど、ただ浅利さんの歌を聞いてますとね、この人にはねきっといろんなことがあったんだろうなっていうことがねわかるなんとなく感じられるんですね、うん、なんかあの同棲をね、されてたこともあったとかっていう話を、あったそれはありましたよ、長かったんですか。だね最初は5年ぐらいかな。あ、それはもう子供を連れてね、した時の人で5年ぐらいだと思ったな。そうですか、やっぱりそれもね、いろんなことからね、そうなったんだけど、ただね、あの女盛りだからってさ、そうなったわけでね、わけじゃなくてね、もちろんね、はい、あのつまり僕が申し上げたのも、変な意味でね、そうなったっていうことじゃなくて、あのなんて言うんですかね、例えばその同情をされてね、子供連れて歌歌って、旅をしてね、誰か面倒見てやらなきゃいけないんじゃないかっていうふうなこともあったでしょうね。やっぱりね、あのただ一概にね、人がね見てさ、あの人とあの人ってこうだってね、ひっつけてしまうもんじゃないと思うよ私は。なるほど。やっぱりね、そうでなくてもそうだって言われるとね、やけくそになってね、そうなっちゃうから。なるほどね、本当よ。噂に対してさ、もうね、逆に抵抗して噂通りになってしまうと。そうだよ、あのツガロンの女性って割とそういうこうじょっぱりというか、いじっぱりみたいなところがあるんじゃないですか。いじっぱりだとかあるね、なんか浅利さん見てるとね、今でもそんなもの感じますよ64歳でしょでもすごく感じますよそれはそれでね、まあその後浅利さんはいろいろその、上京されたりですね、その上京して結局その僕たちが浅利日記っていう名前をね、聞くようになったのは、もう昭和32年以降34年5年6年ぐらいだろうと思うんです多分ね。あ、本当。で、まあその間ですね、あの終戦後からね、そこに至るまで その例えば5年間の同棲生活だとか、いろんなその方との経験だとかっていうのもまた後でちょっとお伺いしたいんですけどね、その特にこの時期でね、浅利さんが苦労されたのは、お姑さんがいらした、素晴らしい姑さんでした。まずとにかくできる、そんなのできる人に何もできない人がいたもんでしょ。つまり浅利さんはご自分で私は何もできない嫁だったというふうにおっしゃりたいわけ。本当、本当にも、あの、まあ、その頃のお話ね、多分後でお電話かなんかでね、あの種里ですか、の方へお電話をかけてね伺ってみようと思うんですけどね、あのそういう歌があるでしょ青森、やさぶろう節っていうのが。ああ、ね、私このやさぶろう歌えばね、なんとなく私ね、自分自身のことのよう胸いっぱいになるのよ。ちょっとその胸いっぱいを聞かせていただけませんか。歌わせるのお願いします。
やさぶらい。こもるやさぶろう節といいますか、あれですね。でもあのこういう歌がよくね、青森にあったもんですね。本当にあの嫁いびりの歌っていう風にね、あのみんなに知られてはいますけれども、なんかそればっかりじゃなくてね、なんかもうちょっと深いものがこの歌にはあるような気がするんですけどね。でも杉さん、私はこの歌だよ本当にさ、本当にあの谷里のさ、ばあさんも思い出すよな、もうね、いっぱいなるな、本当にもう何にもできねえよ見て本当もあのでもね、あさりさん、そのあさりさんの息子さんがね、つまりさっきもお話に出た、その戦後ね、その2つ3つの息子さんを旅に連れて歩いて、まあアサリさんに言わせればね、息子にも悪いことしたっていうふうによくおっしゃってますけども、その息子さんが今鰺ヶ沢で、少林寺拳法の道場をやってらっしゃるんですか。はい、ね、もう立派なね、いやいや道場主で立派っていいんだよ。ちょっと電話でお話ししてみます。あ、ね、もしもし、はい、息子さんですか。はい、そうですよ。あのちょっとね、お母さんにお代わりしますから、どうぞお話ししてください。はい、はい、すいません。あら、ひんびんのりや、おばんでした。おばんでした。まあ、昨日あの一滴だけが剥がさ、いや、まあ、あ一滴一滴だが、私ほれ、いじねもんだとこでさどうしたべるのってだの。親父だろ、さん、すぐ苦手で。え、親父だろ、すぐ苦手で。ほんだな、やっぱり愛した人だからよ。よく言うよ。おめえことおまえこととそれは違うじゃんな。まあ、しかしな、先っこだもちゃんとあげてきたし、先っこだもあげにばまにゃ。タバコも今だろ、ラクチャディにばのまねじゃるって。うん、なばぎや、ひびのりゃ。え、沢田さんがなんか言ってますね。あ、どっちでいいだな、まだ。うんだよ、ラクチャディにばのまねじゃ。全部カヒングディーのそつなんだよ。ひびのりさん、ラクチャディにば座れて。うんだと思うんだ。あ、おやつが、まだはゴルディバットだわけや。ゴルディバットだわけや。なもかもよ、今おやつ靴を置いてよ。先はあの、なんつうんだわ、景気感とかほら、ゴンジクリンやめんとする。タバコは楽だって言われかけて。あ、ほんと、いや、やっぱりさ、そのぐらい贅沢させてやれよ。中抜きでおやつなんだ。ちょっと待ってんな。はい、もしもし、はい、いつもね、はい、あさりさんには歌聞かせていただいて、あ、いつもあの本当に今回はですね、はい、お墓参りにもお帰りになってなきゃいけないのにわざわざこの放送のために一日延ばしていただきまして、いえいえ、明日お返しいたしますので。はい、明日は飛行機だったと思うんですけども。そうですね、はい、なんかあの秀則さんが切符をもうこちらへ送られたとか、はい、一つなんて言いますか、お帰りになりましたら、はい、あんまりお疲れになってませんけどね、はい、非常にお元気そうであれですけれども、はい、どうぞ浅井さんよろしくお願いいたします。わかりました、はい、いつもお世話になってます。とんでもないです。どうもありがとうございました。失礼いたします。失礼します。ごめんください。どうも。もう一人ね、浅井さん、種里のね、浅井さんの古いお友達にね、ちょっと電話に出ていただいて、もしもし、
聞こえますか。はい、聞こえます。種里の工藤さんですね。はい、はい、そうです。ちょっとね、幼馴染とお話ししてください。はい、どうぞ。もしもし、こんばんです。どうもどうも、しばらくでした。新聞乗り立つ世話になってんの。はい、人お部屋になってきゃ。いや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 、とんでもない。あら、本当にゃ。何かにさ、世話になってんの。まあまあまあ、ご無沙汰して、いつ年に一度ぐらいしか会えないもんな。そうそうそう。お父さんも元気や。元気は。あんた、ほら今さ、こうしたんだけれども、ヤサブローだって今ばあさま桃に出してさ、胸、ね、いっぱいになって、あんたもヤサブロー行きちゃったよ。でもまあ、逃れたら入ってね。高津やったとき、本当にまあ、あわりであったべ。でな、やったこともないの。まあまあ大変苦労してんな。まあしょうがね、みんなそれこそ私立場でね、みんな苦労したんだけど、みんな、私ほれ、百姓の周りで、それで行ったんだけど、私百姓したことねえべ。なそうしたくんだ、ばあさまこれ青で生きる人だべ。本当本当、眉見た人だもんな。そんだ、あんた方よくわかってるから。そうよ。ちょっと待ってにゃ。はい、もしもし。はい、いや今ね、はい、そういったお話をですね、はい、あさりさんから直にお伺いしようとしたんですけれども、はい、本当に昔のお話をね、はい、工藤さんがよくお話ししてくださって、はい、僕たちもよくわかりました。はい、ありがとうございました。明日お帰りになりますけれど、お会いにはなれるんですね。そうね、まあ、すぐほら、ま、家具だから。本当さ、まあまあお人さんがたぐらいありがとうとうち本当みんなったよ。でもですね、そういったそのあさりさんの昔がね、やっぱり今のね、あさりさんの歌の味になってるような気がしますからね。本当にまあまあまあ、あさりさんはでも本当にすっかりしてるから、ほら、どうもいろいろ面白い話なんていうと失礼ですね。いいお話をありがとうございました。これで失礼してよろしいですか。浅井さん、もう一言ありますか。ちょっと待ってください。もしもし、付け具合だけども、あんじまさんはジンクだっけ、いつだっけ、明日だか、明日からだか、ジンク祭りや。私それそんなにやっていくはんでや。なんとか一つお願いします。耳やがだよね。ママ、本当にまあ、どんでも元気で。はい、味方ジンクをね、これからあさりさんに歌っていただきますから、どうぞ受話器を下ろして、ラジオでお聞きください。それじゃあさりさんお願いします。どうもありがとうございました、失礼します。
いや、これが鰺ヶ沢神宮ですね。はい。青森から辰巳岬を通って十三湖を通ってそれから鰺ヶ沢でしょ。だいたい車で1時間ぐらいだそうですね。あ、そのぐらいだべな、ね、はい。まあ明日になれば鰺ヶ沢が浅利美樹さんを待ってるわけですけれども、ところでですね、ああ、まあ今まで今日ねさっとしかお伺いできなかったんですけど、はい、いろんな苦労をされて、はい、まあ民謡歌手50年ぐらいになりますか、はい、もうちょっとなりますかね。もうちょっとなる ね、はい。これからの浅利美樹さんっていうのは浅利さん自身はどんな風にお考えになってます？そうだな、うん、私はやっぱり芸人だな、うん、あ、ということはということはやっぱり、うん、なあこの年になってもやっぱりさ、うん、なんていうかもう少しもう一回ね、うん、こう枯れ木にさ枯れ木に、うん、芽が出るように青い芽が出るようにね、うん、チャピッとでもね、うん、だからやっぱり、うん、恋もしてみたい何もしてみたいったらみんな笑うだろうけども、ね、笑うだろうけども、うん、やっぱり枯れ木にちょびっとこう実が出るようなね、うん、なるほどね、うん、あのまあ明日お墓参りをされるわけですけれども、はい、50回忌まで、はい、あの33回忌取ったでしょ、37回忌取ったでしょ、うん、だから50回忌までは ね、なんとかしたいと思って。ということはあと10年、うん、あと10年ぐらいあるじゃないかしら、うん、やっぱりその間ずっと浅利さんはお歌い続けになるんですね。はい、歌っていきますね、うん、あのそれからやっぱり今度生まれてきてね、ええ、もう一度誰かと一緒になるなら、ええ、誰と一緒になりたいですか？私はやっぱりね、うん、あの周吉みたいな人と一緒になる、周吉、うん、と一緒になるな、周吉さんとね、うん、6ヶ月か一緒に暮らさなかった、うん、はい、あの方ですね、はい、うん、あのそれでやっぱりもう一度生まれてきても浅利さんは津軽の民謡を歌ってますかね？津軽に生まれたいと思いますか？うん、やっぱり、うん、津軽はいいとこだよ、うん、うん、そういうけどもやっぱり津軽はいいとこだ、うん、うん、なるほどね、うん、そのね、もうだんだん時間も迫ってきたんですけれども、その浅利さんがやっぱり一番お好きな歌っていうと、例えば小原節、よされ節、ジョンカラと、あると思うんですが、もう今あと残ってるのがね、小原節なんですよ、これやっぱり最後にね、声が枯れてもいいですから、熱唱してくださいよ、ね、お願いします、はい、それじゃ。
おのの街のみの果ては雪の野ぜいぜきさらしの風土が生んだ民謡歌詞、64歳の浅利美紀さんの命もまだゆっくりと燃え続けている。ねぶたが終わっても血を熱くざわめかせるあのときめきも決して消えてゆかないのと同じように、津軽夏の歌絶唱浅利美紀、歌浅利美紀、津軽三味線澤田勝明、鳴り物佐藤俊明、歌林新津幸子、新津美恵子、インタビュー杉則彦、ナレーション坂本和子でお送りいたしました。関東地方の皆様にはここで交通情報です。情報センター高木さんどうぞ。はい、ふるさとや行楽地から首都圏への U ターンの車の渋滞は今日の夕方から始まり、この時間も各地で渋滞が続いています。高速道路はすべて首都圏への上り線の渋滞です。東名高速は神奈川県のつぶらなトンネルを先頭に上り線が20キロ、秦野中インターは9キロ、中央自動車道は勝沼大月インター間の笹子トンネルを先頭に13キロ、大月インター付近は3キロ、相模湖八王子インター間小仏トンネルは8キロ半、また川口湖鶴インター間の山田パーキングエリアを先頭に13キロ、東北自動車道は上り宇都宮鹿沼インター間の大谷パーキングエリアで30キロ以上の渋滞、常磐自動車道柏の出口やはり上り線ですが1キロの滞りです。首都高速道路この後9時からの入り口の閉鎖は1箇所もありません。自然の渋滞ですが、5号線は環状線が頭で上り東池袋まで、6号線の下りは箱崎インターを先頭に環状線まで、9号線は枝川まで上り線が環状線を頭に渋滞しています。伊豆半島方面の渋滞は距離は多少短くなったものの、まだ135号線は熱海市内で上りが3、4キロ、136号線は下田駅前や修善寺町で上り線がそれぞれ1キロ、135号線の真鶴道路は小田原の早川口を先頭に上りが14キロ、138号線は富士吉田の富士見公園入り口を先頭に御殿場インター方向5キロ、小山町須走でも御殿場インター方向6キロの渋滞です。情報センター高木でした。